実はボレーが得意だったんで、今回はこのテーマで良かったなと思ってましたけども、非常に考える要素が意外と多いんだなっていう、その軌道とその軸の取り方っていうところっていうのは、やっぱりレベルが上がると、考えなければいけないところは子どもたちにとって結びついてきたんじゃないかなと思うんでね、今分かんなくても多分これから練習することにおいてどんどんこう頭の中と体とこう一致してくるものがあったから、いいきっかけになったんじゃないかなと思いますけどもね。よく言われているように、自発的にっていうか樹脂性を考えていくならば、少しやっぱり理屈がそこにあると、なんか頭で考えてそこにこう目的に向かおうと思うわけだから、おのずと自らっていう形になるんじゃないかなっていうのは今日やりながら感じたんで、だから最初になんかきっかけ作りをポンと提案してあげるっていうことは、もしかしたらいいやり方かなっていうふうにはすごく今日は思いましたね。学ぶっていうことはとても大切なことだと思うし、いろんな機会でたくさんの知識を持つ、これは大事になると思います。ただそれをこう使おうというチャレンジするっていう部分がないと、結果自分で何もつかめなくなってしまうと思うので、やっぱりチャレンジすることの大切さっていうことを同時にやっていただければなと。そうすれば必ずJリーガーだったりとか日本代表になれるんではないかなというふうに思ってます。スクールの前にシュート練習、僕はちょっとクロス上げてやらせてもらったんですけど、やっぱそんなすぐはなかなかうまくいかないので、これはもう本当に反復練習でトレーニングをして、今日研究でもありましたけども、どこでボールを捉えたらいいかとか、そういうことをまず自分の体で覚えないとなかなか自分もならないので、それはもうとにかくたくさんトレーニングすると僕と同じように蹴れるようにすぐなると思います。皆さん本当に上手な子もいたので、ぜひこのボレーシュートを身につけてですね、これに限らずですけども、今日はボレーシュートだったのでボレーシュートを身につけて、ぜひ、このプロになってこのピッチで、コマンドのピッチで頑張ってもらえればいいなと思います。応援します。僕もすごく勉強になりました。 あとはやっぱりもともとちょっとこれお話しいただいた時にどういうことするのかなってちょっと想像つかなかったんですけど、来てみて体験してみて、なるほどなっていう感想ですね。すごく楽しかったですね。球が同じタイミングで落ちるっていうのがなかなか今までこう考えられなかった。僕大人ですら若干違いがあるのかなってこう思うほどやっぱり不思議なその実験でしたし、やってみてなるほどなってすごく思いましたし、僕が小さい時にこの実験やりたかったなって体験してみたかったな、そうするともっと早く小さい頃に練習してたことが着地地点をもっと早く覚えられたんじゃないかなって今思いますね。子どもたちは一緒にやってて覚えるのが早いなっていうのは感想ですね。なかなかねゴール前で僕とテルが上げてたのをやるっていうのはなかなかすぐには難しいですけど、ただ着地地点はすぐ覚えられたなっていう印象が強いですね。だから短いその距離だともう早く覚えてましたし、やっぱりこの短い時間の中でもすぐこうねこう理解できるっていうのはすごいなっていう風な感じですね。はい、驚きました。そうですね、このサイエンスサッカースクールすごく勉強にもなりますし、体験することでなおそのレベルアップ、その技術 そのレベルアップできると思いますので、皆さん参加してください。楽しかったです。ありがとうございました。天気良かったしね。天気良かったけど、よう持ちましたね。よう持ちました。非常に涼しくなった中でなんで、子供たち割と素直にこう話を聞くことができたんじゃないですか。今日は映像を見てもらって、なんか分かったことは必ずあるはずなんですよ。で、分かったことはやっぱり必ずやってみてちょうだいと。分かったふりだけで、こんな感じだなと思っても、やっぱり今日の OB の方もお話しされてたように、体を動かして本当に使ってみて、こういう場合はどうなんだろう、こういう場合はどうなるんで、いろいろ自分なりに実験してほしいなと思います。先生からこう頭を使うサッカー、それからね OB の選手とできる体を使うサッカー、この両方をいっぺんに楽しめるのはね、こういう企画しかないですから、もしねご覧の皆さんがこの企画に参加できるチャンスがあれば、ぜひね参加していただいて、小さい頃に素晴らしい経験をね、していただきたいと思うので、ぜひお越しください。